リブロンチャンネル、皆様こんにちは。パチスロ必勝本の葉月えりかです。このリブロンチャンネルという番組なんですけれども、毎週、第一日曜日に収録しているんですが、今回私が、担当させていただくんですけれども、まあ、私まだ2年目なんですね。2年目の新人なので、皆様、前回矢野金太さん、先輩なんですけど、なんか謙遜して、もう売れっ子なのに謙遜して、なんか名前と顔だけでも覚えていってくださいなんて言ったんですけど、私も同じなので、矢野さんともども私のことも覚えていただけると嬉しいなと思います。でですね、入場も済ませまして、取った、機種がバジリスク絆を取りました。で、今までの方の動画を見させていただいて、角台が結構強かったって皆さんこちらから言ってたので、角を抑えられたので、今日はがっつり出して、ちゃんとやれる子なんだっていうのを見せて覚えていただければなと思いますので、よろしくお願いします。早速実践していきたいと思います。頑張ります。一応前日が回数増えてないので分かんないんですけども、まあとりあえずリセット挙動があったらいいなとは思うんですが、今のところとりあえず合格っぽい感じはないですね。あ、でも一応これが広角演出なので、あ、1回だと分かんないんですけどね。ちょっと打ってみて、一応、さっきも言ったんですけども、角が強いっていう、こう過去の皆さんの情報を信じて打ってみますが、それ以外のところも一応見ながら行こうかなと。何にも引いてなくて広角に上がってるからモードがいいのかな。広角中と思われるところで、おお、これは当たったでしょう。大丈夫ですね。でもラップが緑、51ゲームで BC ゲットです。投資2000円。ただ人数の減り方が微妙なのと、青なんですよね。入ってこれボタン出ればついけど出ない。いやーダメか。でも、一応伊賀に行ったんで、これが広角じゃなければモード C 以上、ただこれは広角だと思います。で、ジャクチェリーを引いて分からなくなると、ただ30何ゲームとかで何も引いてないのに峠に行ってたんで、モードが良かったのかなとは思うんですけどね。おっと、なんでだ。何掘ってるの。これ当たったとしたら出る。
まあ多分ベルですね。で出てきたのが同色だった、だったら、まあ、謎なんですけど、まあ兆候に多分いましたね。これ17ゲーム、しかもでかいよ。どう、あ、いった、これよし、多分じゃないな、強制に当たりました。 OKOK、 また強制に。まあ、ただ強チェリーで当たってるんで単発の可能性が非常に高いと思われるんですよね。今の2回目の BC でモード D にまで行っていて、だったら最低2発ありますけど、あとね継続率ついてる AT ならいいんですが、多分ないと思うので自力で BC を引くしかない。お、絆降格、はい、M、 切るか、お、いい、強チェリーはやめて、あー、まあ、これ絆あるあるですよ。ついてない時に引くのがね。あ、でも源之助出てきてる、ここにまだ3人なのに。いや、これは大丈夫だ。強チェリーで当たった、それかチセットがあるか。まあよかった、絆工学何も生かしてないけど、まあ結果オーライで。お見事です。32ゲーム、まあ、とりあえず単発は回避できたと。絆はもう本当 AD に入れて、まあ、どの台ももちろんそうなんですけど、あの BC 感がハマっちゃうことが結構続いたりするんで、1回の AT でしっかり取っとかないと。結構ね、設定がもし良かったとしても割とズブズブ持ってかれちゃうんですよね。ラッキープラス20、おお、ってことは今30、40だから40の振り分けはないんで、まあ、50もしくは100ですね。プラス10、50かな。お、あ、暑い。これはいるんじゃないの BC。 はい、おっと、ここでエラー。おお、やっぱり、あの今、まあ、ここ使ってるか分かんないですけど、当たった時ブーって言ったんですよ。言ったよなと思ったけど、いや、まさかななんて思ってたら、あー、来ちゃった、無双一戦。こんな早くに来るとは思わなかった。あのバイブが鳴ると BC 当選時と、あの告知とともにバイブが鳴ると、まあ、無双一戦に行く可能性が上がるというか、チャンスというかなんですよ。あー、やだ、この前外したんですよ私。
全然アップにならないし。リプレイ引いちゃダメだよ、リプレイ引いちゃ。頼む。ああ。ダメか。巻物引かないかな、巻物。いや。いや、ここまで来るとダメなことが多いんだよな。頼む。いや、ダメだ。あ、もう、いや、こうやってことごとくチャンスを外すとよくあるんですけどね。64ゲーム、くそー、もったいない。まあ、もう一回入れましょう、もう一回。なんだ、激アツ照れたぞ。いや、まだ天井には早いよ。しかも今、何も引いてなかった。手早く当たった。兆候にいたのか。多分そうだと思います。不足が出てきたんで。隣のお兄さんはね、無双一戦に今2回目、1回の AT で2回入れて2回目が今成功しました。私の分まで頑張ってほしいです。 AT には当たらなさそう。あー、ダメだ。だよな。一応ゴースルーしちゃったんで、だいぶ不安な感じにはなりますけど、まあ、ゴースルーまで行ってれば期待値がプラスになるんで、追った方がいいということで、まあ、ちょっとやめずにいきます。お？何？まさかの、あ、当たってる。ブーって言った、ブーって。わあ、どうしよっか。ランプ青。まあ、嬉しいやら悲しいやら謎当たりというか、まあ、ベルで当たってるんで、まあ、これは高設定要素なんですよね。2万円使ってるけど、104か。え、ここで挟む。あー、そう、まあ、何も引いてないですからね。青か。頼む、お願い。あー、よかった、よかった。ゴスルー、チャンス目引いての、まあ、上がりだとしたら、ますます高設定っぽい感じになるからな。まあ、AT 中伸ばせない私があれなんですけど。よかった。
ム7揃いなので AT 確定です。まあ偶数でしょうね。ここまで、まあ、赤が増えてきたので、残り1、まあまあまあ、でも1回じゃ分かんないからな。上奇数の方が残り1だと出やすい。待って、朝言ってたみたいにフリーズしないかな。これ大丈夫じゃない、まだ兵馬がいるのに。あー大丈夫そうだ。私あれで負けたことがあるんです。ちょっとびっくりした。よかった、負けるまであれ負けないもんだと思ってたんで、余裕でレバー叩いたら普通に終わったっていう。46、不安。あー嬉しい、黄河に一方町流れた。3回目だよ、もう挟まない。やったこれで次も安心。もうまた来ちゃう。いやさすがにね、やったー、2個乗せたよ。見たことない私今まで。1回の BC で3つ押せたなんて。しかもあの子役引いてはありますよ。でもカットイン3回来て3回とも揃うとかない。よかった、見せ場あった。このまま見せ場なく終わるかと思ったけど、しかもプラス30ゲーム。やっとワイルドアイス流れたよ。何何何何、分かるよね。たぶんチャンス目で入れたんだと思うんですよ。チャンス目しか引いてない、まあ、謎当たりもありえるけど。そうか、チャンス目引いて降格中にベルダー当たったんだ。お願い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 、やったあ、これは乗った。はい、1個。いや1個は嫌だよ、1個は。もう何やってんの、1個って。同色だから巻物引いて乗せたいです。あー終わった、さすがに。まあ、でも1900枚出ましたからね。振動術1個しか載せてないのに、マジ本当になんだよ1個って。あれ頑張ったらエンディングいけてた。15戦、復活なし。まあでも目標1500枚出せましたねよかった。はい、ありがとうございます。というわけで流した枚数2015枚
でした。やった勝てた。はい、実践終了です。お疲れ様でした。というわけで私の、実践結果、投資が1000枚まで行きましたけれども、回収が2015枚ということで、3枚プラス2015枚ですね、ということで解消できました。よかった。最初の無双一戦外した時には終わったなと思ったんですけれども、今日一日尻つぼみかと思ったんですけれども、ちゃんと上がって終われたのですごく楽しい実践でした。はい、でお店の中やっぱりもう皆さん今までずっとこう13回やってきて、やっぱ角が強いって言ってたんですけれども、まあ、私の代も、まあ、ちょっと器具すごいはっきりはしなかったんですけども、まあ、若干偶数よりで、まあ、上の挙動もあったので結構良かったんじゃないかなと思います。であとその真後ろにあった、北斗トモがパッて見たらもう3000枚ぐらい出てて、まあ、結構カウンターも持ってた方だったので、まあ子役もよくって粘ってたんじゃないかなっていう感じがしたので、まあやっぱりカード強いんだろうなっていうのは、まあ、印象がありました。はい、で次回なんですけれども、次回来月の、第1日曜日の、収録では私の先輩の大和さんが実践するそうで、大和さんといえば、髪は薄いけれども、立ち回りとか知識の内容は濃いというふうに言われているので、大和さん頑張って勝って、美味しいお肉を私におごってください。必勝本チームこれで3勝2敗なんですかね、なんか2勝2敗って前回言ってたので、多分私で3回目勝ちだったので4回目よろしくお願いします。というわけで、次回もお楽しみに。さようなら。